ナンバー2型はフィンランドのヘルシンキ市電で使用されている路面電車車用 NRV2 型とも呼ばれ2020年現在は全車とも低床車体を挿入した MLNRV2 型に改造されている1960年代以降地下鉄の整備に加えモータリーゼーションの進展から廃止が検討されていたヘルシンキ市電であったが 路面電車の見直しの動きを受けて1970年代からは、路線の延伸をはじめとした存続へ向けた事業が積極的に行われるようになった。その中で、当時ヘルシン騎士電に残存していた1950年代製のボギー車を全面的に置き換えるために導入されたのが2、車体連接車のナンバー2型である。微灯の形状など一部を除いた。 車体構造や機器は1973年以降、導入が行われていたナンバー I 型と同一で、運転台や乗降扉は片側のみに設置されている。1983年から1987年にかけて42両が導入され、残存していたボギー車をすべて置き換えた。塗装については1986年まで導入された車両は、 赤色と灰色を基調としたデザインが用いられたが、最終年となる1987年に増備された給料は、ボギー車と同様の上半分クリーム色、下半分緑色に変更され、他車も1995年までに同様に塗り替えられている。放置する改造に加え、2006年から2010年にかけては全車を対象に全長 2650mm、 上高扉付近に低床構造を有する中間車体を挿入し3、車体連接車とする改造が実施され、同時に主電動機出力も 130kW から 156kW に増強されたほか、形式名も MLNRV2 に変更された。2020年現在も全車が在籍する。二千三年七月十一日、ナンバー2型とバイクが衝突し、 バイク側の運転士が即死した一方ナンバー2型も脱線紙デパートの建物に衝突する事故が発生した。その後の警察の調査により、路面電車側の運転手が全面ガラスから差し込む、太陽熱で運転室の温度が上昇した結果、意識を失い、制動装置の操作が不可能となったのが事故の要因とされた。これを受け、一部車両に対し全面ガラス上部に、 日光を抑制する日差しが取り付けられたが、それ以外の車両への改造は行われておらず、改造された3両も MLNRV2 型への改造時に元の携帯へ戻された。ありがとうございます。